off to invisible grounds. Don't know when to start returning. It's not the way for me. Only a mile to go. Somewhere I belong, I'll see.審査を終えました、サイパン入国ですということでですね、ダイビングショップの、店員さんが迎えに来てくれているということなので、ちょっとダイビングショップの店員さんを探したいと思います。一人ですか？今日潜るの？今日潜ります。サンセット、はい、だいぶ早く着きましたね。3時着予定でしたね。だったと思うんですけど、30分ぐらい着いたのかな。結構湿度ありますね。今日本から来ると特にじゃないですか。相当来てます。日本からだから相当来てます。夏とかは8月9月とかはこっち湿度マックスで気温もマックスでも、マックスって言っても32、3度なんですよ。なので日本からいらした方は入ってます、涼しいですねってみんな言います。若々って言ってる。でですね、ダイビングが終わった後、ホテルに送ってもらって、まあ、こんな感じです。こんな感じですとか言って、こうやって僕普通ね、こうやって動かすんですけど、まあ、これの場合ね、全部映ってるんで、まあ、動かす必要はないんですけれども、まあ、こんな感じのなんもないゲストハウスですね。めっちゃ安いです。26、27、28、29、3泊4日で1万円です。っていう。ゲストハウスでございます。とにかくめちゃくちゃお腹空いたんで、ちょっとご飯を食べに行こうかなと思います。7時24分ですね。まあ、サイパン治安いいんで、まあ、ちょっと、まあ、ちょっとね、まあ、このゲストハウスちょっと街から離れてるんですけど、まあ、今のうちにちょっと、ご飯を食べて、ステーキとか、まあ、何食べるかちょっと決めてないんですけど、まあ、食べに行こうかなと思います。ということで夜の街に行ってみましょう。こういうところで夜のサイパンを一人で歩いております。治安はね、まあ悪くはないし良くもないっていうか、人がいないっていう、めっちゃど田舎なんで、街灯がないんで、そもそも、インスタ 3601R、映りの具合はどうでしょうか。車が来た時はね、あの映ってると思うんですけど、僕のキモい顔が、それ以外の時は映ってないと思うんですよ。まあ、ここに来てようやく街灯がありますね。ようやく映ります。街灯がないと全然映んないですね。でもこれはインスタ 3601R が悪いのではなくて、まあ、あの暗さはちょっとどのカメラも映んないですね。まあまあまあ、アクションカメラという域を超えていないということですね。このスーパーに来たんやけどな。何時まで開いてるんやろ。
何時まで空いてるんでしょうか。めっちゃ久しぶりやな、この英語圏の海外っていうのが。でオーストラリアにいた頃をちょっと思い出すんでね。まあこのスーパーは別にいいんだけどな、後で、ね、あどうしよう、ちょっと言っておこうか。ちょっとスーパーで買い物してきます。ちょっとこですね、ダイビングショップの方におすすめしてもらったステーキ屋さんに来ました。で、ステーキコンボを注文したんで、来るのを待ちたいと思います。ただですね、ダイビング後やし、飛行機乗った後なんでめっちゃ疲れてます。ってことで、勧められたステーキ屋さんに行ってきたんですけど、まあ、何やろ、アメリカな感じでしたね。ってことで、今日はもう寝て、明日朝1からね、またダイビング、明日ね、4回潜るんで、もうちょっと寝不足はさすがにやばいです。ダイビング4本ってマジきついんで、今日はちょっと体を休めたいと思います。どうも皆さん、おはようございます。サイパン2日目でございます。現在時刻は、7時24分なんですけれども、今日は4本潜ります、昨日はね1本しか潜ってないんで、まだまだ全然なんかした感じがしないんですけど、今日はね多分クタクタになると思うんで楽しみですね。ってことでダイビングショップを待ちたいと思います。はい、ということで皆さん、サイパンの3泊4日の旅いかがだったでしょうか。もうですね、ダイビングも全て終わって、明日帰るだけという感じになっております。なんでもう、今からちょっと焼いて帰りたいんで、ちょっとこのサイパンで一番有名なビーチでちょっと寝て焼いて、ほんで帰りたいと思います。ということですね、インスタ3601Rの映像とかどうでしたでしょうか。まあ、こういったね、リゾート地というか、こういった海とかでね、使うことが多いアクションカメラだと思うんですけれども、まあ、あまり、日本の YouTuber さん、海辺で使ってる方いなくて、まあ、参考になればいいなと思います。ってことですね、ちょっと寝たいと思います、僕は。ということで皆さんいかがでしょうか。インスタ3601Rを今裸の状態、ハウジングケースとかつけていない、5メートル防水の状態で、ビーチにダイブしましたけれども、どんな感じでしょうか。ちょっと水の中つけてみますね。ですね、こんな感じで、裸の状態でも壊れることなく、動いているのは動いてますね。で、ただ5メートル防水ということで深くは潜れないと思うんで、ちょっとねこのビーチ、今ねビーチにいるんですけれども、ちょっとビーチ周辺じゃないとちょっと使うのが怖いなという感じでございます。で今日ちょっとね濁ってて、あんまりこうね、透明度は良くないと思うんですけど、まあ空の色と海の色はこんな感じでございます。でね、ほいってことですね、インスタ3601Rをですね、海の中でつけてみると、まあ、こんな感じになるっていう感じですね。まあ、僕は、バイクとか、こういったマリンスポーツ系をよくやるんですけれども、まあ、ふとした瞬間にこう水がかかったり、まあ、水の中落としたりしても、まあ、壊れにくい、壊れないっていうのはものすごくいいポイントだと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。インスタ3601Rの、レビュー、Vlog 風のレビューでした。ということでですね、総評としてなんですけれども、インスタ3601Rめちゃくちゃ気に入ってます。僕が一番すごいなと思ったのが、車の上から自撮り棒をこうやって、伸ばして撮影してるシーンがあるんですけども、この映像めっちゃ滑らかでやばくないですか。これ見てね、わ、買ってよかったなってめっちゃ思いました。360度カメラしか、撮れないような画角映像ですし、しかもね、結構なんか滑らかで画質もめっちゃいいと思うんですよね。それとまあ僕が夕日のとこでちょっと一人で語ってるシーンとかも、とかビーチでね、今から体を焼きますとか言ってるシーンでもですね、結構画質良くて、
青い空と白い雲、そして海、ものすごくこうはっきり映ってて、で360度の映像で、いやこれはね僕は買ってよかったなと思っております。ただですね、僕的に、このカメラに対して2点だけ、不満があります。1点目はこのカメラ、他のね YouTuber さんの、動画とか見て皆さん知ってると思うんですけども、ですね、こうやってたくさんね分離する部分があるんです。これこのカメラってこうやってなんですけども、お見せした、ビーチで使った映像なんですけれども、こんな感じで、ビーチで使った後は砂がですねこの接続部分の間とかに入り込んでしまうんですよね。金属端子の接触部分には、ゴムパッキンとかがあるんで、そこまではね砂とか水が入ってくることはないんですけれども、ちょっとこの気孔部分、可動部分まで、砂が入ってきてしまうので、ちょっと、砂浜で使うのはやめた方がいいかなという感じですね。そういった砂とかの防塵機能に関してはちょっとっていう感じなんですけれども、ハウジングを使わずに、裸のこの状態のままで、5メートルまで防水機能があるっていうことなんで、こんな感じでお見せした通り、すごいですよねこの水中の写真。見えてる大きな岩がですね水深20メートルぐらいだと思うんですよね多分、ぐらいまでもねはっきり見えるぐらい美しい映像を撮ることができるんで、うわこの時ね買ってよかったなと思いましたね。まあちょっとね目が細かい、砂浜ではないところで使う分には、まあ、全然いいと思います。でもう一個ちょっと不満点があるんですけども、それは今ね360度のレンズをつけてます。で元ブログとかね、こういったねとこに、顎とかこういったとこにつけると思うんですけども、例えばここにつけたらですね僕の帽子側って真っ暗なんですよ。僕の帽子側の映像っていらないんですけれども、この360度のレンズをつけてると、360度撮影しちゃうんで、このね僕の帽子側真っ暗な状態でずーっと撮影されます。なんでもちろん映像の、データの量も倍になりますし、編集360度の映像から皆さんが見てる、いつもの、映像に編集するのに、ちょっとね手間がかかる、のでそれがちょっとめんどくさいなというのがあります。まあ、これに関してはねもしかしたら将来のアップデートとかで、追加されたりね180度だけ、こちら側のレンズこちら側は、撮影しなくてこちら側のレンズだけ撮影するとかいう機能が追加されるかもしれないですけども、現時点ではそれができないので、ちょっとそこが、まあ元ブログとかねバイクとかでこういったところにつける人からするとちょっとそれがめんどくさいなっていう感じですね。ちょっと僕はこのインスタ 360R に出会って、まあ、Vlog っていいなってめっちゃ思いました。もうねとりあえずカメラさえ持っとけばどんなあの角度であろうか自分とか、周りの景色が映ってるんで Vlog にめっちゃ向いてると思って、今回お見せしたこのダイビング系の、ちょっと映像とか、まあ、キャンプ系の Vlog とかも、まあ、このインスタ 360R を使ってちょっとそういった Vlog 系の動画も、作ってみたいなと思ったぐらいちょっと新しい何価値観を与えてくれた僕に、そんな、カメラでございます。僕の動画ではこのインスタ 360R は裸で水中で使ったらどうなるかということに、趣を置いて、作ってみましたと、まあ、リゾート地、青い空白い雲、青い海、そんな状況で使うとこんな感じになるよっていうのをイメージして作りました。なんで僕の動画では、スペックとか機能とかの解説はしてないので、そういったことが知りたい方は他の YouTuber さんが、詳しく説明している方々たちがね、たくさんいらっしゃるんで他の YouTuber さんたちの、映像とかもね、見ていただけたらなと思います。ということですね、インスタ 360R の購入先とか、詳細については概要欄の方に貼ってるんで、気になった方はぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画はこれで終わります。ではまた。